マッシリアのピュテアスはギリシア植民都市、マッシリア出身のギリシア人地理学者、探検家。紀元前325年頃、北西ヨーロッパへの冒険航海に出た。グレートブリテン島各地を訪れている。白夜や曲間、ゲルマン人について最初の記録を残した人物であり、フィン諸語種族と見られる民族についても最初の記録を残している。遠いトゥーレの伝説を地理的想像力に導入した人物でもあり、潮汐の原因が月だということを最初に述べた人物でもある。大プリニウスは紀元前350年頃生まれた歴史家ティマエウスがピュテアスが琥珀を発見したという話を信じていたと伝えている。ストラボンは紀元前285年頃亡くなったリガイアルコスはピュテアスの話を信じていなかったと伝えている。ピュテアスの航海の期間についての手がかりはそれらの記述がすべてである。ティマエウスが何かを書き記すとしたら20歳以降だと考えられ、リガイアルコスが後世に残るような作品を書いたのは、紀元前300年以降と考えられるため、Tozerは、航海が紀元前330年から紀元前300年の間になされたと推定した。中には、ティマエウスが書き残すには、あと5年必要だとして、早くとも、紀元前325年以降だとしている。他には全く証拠がない。ピュテアス自身が20歳以前には何も書いていないと仮定すれば、ティマエウスやリガイアルコスは同時代に生きており、作家として競合していたと考えられる。彼らがピュテアスの書いたものを読んだのなら、上述の期間の初期にピュテアスの航海記が書かれたはずである。ストラボンの地理史ピュテアスの航海記は現存しておらず、後の作家による引用や小録が残っているだけである。特に、ストラボンの地理史、大プリニウスの博物史、シケリアのディオドロスの歴史草書の一節などが知られている。最初の二人を含む多くの古代人は単に、ピュテアスは、といったという形でピュテアスの著作を引用しているだけだが、天文学者のゲミノスはその署名をタウ、パイプシロンロータウカッパイプシロンアルファーニューと記しており、直訳すると海洋についてのことだが時にディスクリプションオブザオーシャン、オンザオーシャン、オーシャンと訳されている。また、ロドスのアポロニオスの注釈の中では、パイプシロンローデルタガンマやパイプシロンローパイラムダウプシロンといった署名を挙げている。19世紀にはこれらの署名が、それぞれ別々の航海についての個別の著作の題名だと解釈していた。例えば、スミスのディクショナリー・オブ・グリーク・アンド・ロマン・バイオグラフィー・アンド・ミソロジーでは、オーシャンにブリテン島やトゥーレへの航海が描かれ、セール・アラウンドにカディスからドン川までの航海が描かれていたという説を採用している。古代の文献には、複数の署名が一つの著作に対応していることがよくある。例えば、ある章の題名が全体の署名の代わりに使われたりする。現在では航海記などをペリプルスと呼び、ピュテアスの著作はオン・ザ・オーシャンというペリプルス一作のみだというのが主流の見解である。ディオドロスはピュテアスの名を記していない。ディオドロスの記述とピュテアスの関係は次の通りである。大プリニウスは、ティマエウスはMictisという島があると述べている。錫が産出するため、そこでブリテンの人々が交易していると記しており、ディオドロスは錫が取引される島をイクティスだとしており、そのためそこにエンポリウムがあるとしている。一方ストラボンはロワール川川口にコービューロという島があって、そこにエンポリウムがあり、ポルビオスによればピュテアスのブリテンと関係が深いと記している。イクティス、ミクティス、コービューロが同じ島を指しているとすれば、ディオドロスがティマエウスの著書を読んでいたことになり、ティマエウスもポルビオスもピュテアスの著作を読んでいたことは確実である。一方ストラボンもピュテアスの著作を直接読んだことがなかったとみられ、さもなくば、ポルビオスを引き合いに出す必要はなかっただろう。地中海の航海者の中で、ブリテン諸島に到達したのは、ピュテアスが最初ではない。さらに古いペリプルスであるマサリオット・ペリプラスの内容は4世紀ローマの詩人、エイビンスがかなり長く引用している。この現存しないペリブルスはマルセイユから出港した船のもので、紀元前6世紀、マッシリアが建設されて間もなくのものとされている。その内容は主にスペインやポルトガルの南岸についてのものだが、アルビオンを経由して聖なる島を訪れたという簡単な記述がある。ピュテアスが出発した時期は不明である。当時カルタゴがジブラルタル海峡を握っており、他国の船を通さなかった。そのため19世紀末までの歴史家は、ピュテアスがロアール川かガロンヌ川、川口まで陸路で行ったのではないかと推測した。カルタゴによる封鎖から脱するため、昼は海岸に潜み、夜だけ搬送したのではないかという説もあった。20世紀になると新たな説が浮上してきた。紀元前4世紀には、地中海西部のギリシア植民都市はカルタゴと友好関係にあったとする説である。マッシリアはカルタゴに対して軍事的優位に立っていたとする説であり、紀元前6世紀末と紀元前490年に両者が戦争してマッシリアが勝利したという。そのためカルタゴはマッシリアと協定を結び、それ以降イベリア半島の地中海沿岸への植民都市建設に際して、問題も発生しなくなったという。実際、考古学的にも地中海西部でギリシア製陶器が減少した時代はなく、カルタゴ製の工芸品と並んで出土することも多い。またグナエウス・ポンペイウス・トログスによれば、マッシリアはローマが共和制となる以前から親密な同盟国だったという。マッシリアはローマが紀元前396年にウェイを征服するのを手助けし、紀元前390年にローマがガリア人に包囲されたアリアの戦いの際にはマッシリア人が寄付を募ってローマを支援した。マッシリアはローマ元老院にも議席を持っていた。紀元前348年、シケリア戦争中だったカルタゴとローマは休戦協定を結んだ。ローマはシチリアの市場を使うことができ、カルタゴはローマで商売ができることになった。カルタゴが捕虜にして奴隷としたローマ同盟国の市民は解放された。ローマは地中海西部には手を出さないことになったが、マッシリアにはその条項は適用されなかった。ピュテアスが航海を行った紀元前4世紀後半、マッシリアとローマとカルタゴの関係は比較的平穏で、マッシリア人は自由に海を行き来できた。実際、その航海についての文献には、カルタゴとの問題があったという証拠は全くない。ピュテアスの航海の最初の部分については、ストラボンがエラトステネスの文章を参照して概説しているが、ピュテアスが出典だということで間違っているとしている。見たところピュテアスは、聖なる岬で潮汐が終わったと述べており、おそらく現在のポルトガル南西端のサグレス岬を意味している。そこからカディスまで搬送で5日かかるとしている。ストラボンは、ピュテアスがこの辺りの距離を曖昧にして、タルテッソスの位置を正確に記録していないことに不満を述べている。こういった場所について、航海の記録を残していることから、ピュテアスはジブラルタル海峡を通って、ポルトガルの海岸に沿って、北に搬送していったことがわかる。プトレマイオスの地図を1490年に、イタリアで復元したもの。この地図は1世紀頃のローマによる征服の頃、道路の線と海岸に沿っての調査に基づいて作られた。しかし、スコットランドが妙な形になっている。その原因としてプトレマイオスがピュテアスによる緯度測定結果を使った可能性も考えられる。プトレマイオスがピュテアスの実際の緯度測定結果を知っていたかどうかについては議論が必要である。ストラボンは、ピュテアスが、ブリテンの行けるところをすべて旅行したと述べていると、記している。原文で使われているイペルシーンは、行くという意味で特にその手段は限定していないし、ピュテアスが特に文章がうまかったとも思われない。また、ホールという単語も使っておらず、プリマトロに4万スタディア以上と表現している。ヘロドトスの定めた1スタディオに約600フィートを、適用すると4545マイルということになるが、実際、ピュテアスがどういう距離を1スタディオンとしていたのかは不明である。ストラボンは、ピュテアスがよほど気に入らなかったようで、ここでも4万スタディアもの距離を歩けたはずがないとして、ピュテアスの評判を悪くしようという意図が働いているように見える。シケリアのディオドロスは歴史草書で似たような値の 42,500 スタディアを挙げており、ブリテンを囲む三角形の周囲の長さだと説明している。この一致はディオドロスもティマエウスを通してピュテアスの情報を採用しているためだと思われる。大プリニウスはピュテアスの報告した周囲を 4875 ローマンマイルだとしている。探検家フリチョフ・ナンセンはこれについて、ピュテアスの明らかに空想的な値はティマエウスの誤りだとしている。ナンセンによれば、ストラボンはピュテアスの著作を読んだことがないが、ティマエウスの著作で間接的にピュテアスを知っているだけだとしている。ピュテアスは公開日数しか記録していなかった。ティマエウスはこれに11000スタディアという当時の搬送距離の平均値をかけて距離に換算した。ピュテアスが1日560スタディアで公開したとすると、1周は 23,800 スタディアとなり、ナンセンの一度あたり700スタディアに相当するという説と合致する。ナンセンはさらに、ピュテアスが天文データを収集するために、しばしば停戦したに違いないと指摘し、そのため1日の搬送距離が通常より少なかったのだとした。シケリアのディオドロスの示した距離からピュテアスがブリテンを一周するのに、かかった日数を 42.5 日とした。ナンセンの計算によれば、ブリテンの周長は 23,800 スタディア、2375マイルとなる。これは、ブリテン島を三角形で囲んだ時の周長に近いが、これによって、ピュテアスについて何かが証明されるわけではない。周長を海岸線長と解釈することもあるが、この解釈は誤解を招く。すべての湾や入り江を考慮した、海岸線長は 12,429km である。ピュテアスはこの値とディオドロスの示した値の間の任意の周長を公開したと考えられる。ポルビオスはさらにピュテアスがブリテン島を徒歩で一周したとしているが、ポルビオス自身もこれには懐疑的だった。ストラボンは嘘だと断じているが、周長はピュテアスがブリテン諸島を一周したことの証拠にはならない。ピュテアスの言葉がもっと発見されない限り、この問題は今後も解決されないだろう。ストラボンによればピュテアスはブリテンをブレットン域という女性名詞型で呼んでいたが、これはブリテンのという形容詞型でもある。大プリニウスはブリタニアと呼び、ブリテン諸島の意味ではブリトニーと呼んでいた。ティオドロスはブレットンイッキーネイソスすなわち、ブリテン諸島、あるいはブレットノはすなわち、ブリテンのという単語を使っている。クラウディオス・プトレマイオスは、ブレテイニアとブレットニー海ネーソイを使っている。一見すると、ピュテアスがブリタニアという名称を最初に使ったように思われる。しかし写本によっては、B- が P- になっているものもあり、ピュテアスがもともと聞き取った名称は、P- で始まるプレテイニアやプリタニアなどだった可能性が高い。一般にもともと P- で始まっていたものをガイウス・ユリウス・カエサルの時代のローマ人が B- に転換したと見られている。ピクトの石に描かれている形状のレイブリテンはウェールズ語のイネス・プライドインに由来し、これは旧ケルト語のクルーニアのアイルランド語での語クルーサン、トゥーアのピーケルト語での4である。元になっているスコットランド、アイルランドの単語はクルース、ウェールズ語ではプライドで姿形を意味する。つまりブリテンとは姿形の人々を意味し、入れ墨をしていた民族を指している。ローマではそれをピクト人と呼び、描かれたを意味する。このような語源の考察が正しいなら、ピュテアスがピーケルト語の言葉を持ち帰ったということになり、アイルランドを訪れていないか、旧ケルト語を話すアイルランドの原住民と話をしていないことになる。また当時すでにウェールズ祖語がブリテン各地で使われており、ケルト語派はすでに分裂していたことになる。ティオドロスはピュテアスの記述に基づき、ブリテンが寒く霜の多い地だとしている。これはピュテアスが霜を見たが、吹雪や流氷を見ていないことを意味し、早春にブリテン諸島を巡ったことを示唆している。ウェールズにある古代、ケルトの住居の復元原住民についてピュテアスは、わらぶき屋根の小屋に住み、地面に穴を掘って、穀物を貯蔵し、パンを焼いて食べていたと記している。風習は単純で食事もあっさりしていた。各地に王がおり、互いに平和を保っていた。兵士はギリシア人がトロイ戦争でやったようにチャリオットを使っていた。ティオドロスはヨーロッパ大陸に最も近い地点をカンチオンの岬としており、100スタディア離れているとしているが、その記述は曖昧である。すなわち、それが大陸側なのかブリテン諸島側なのか判然としない。そこから4日の搬送で到達する岬がビリリアンであり、コーンウォールに対応すると見られる。そして三角形の3つ目の頂点がオーカスで、おそらくオークニー諸島の最大の島のことだと見られている。コーンウォールの原住民は、鈴のインゴットを生産していた。鉱石を掘り、溶かして、指の骨のような形の塊を作っていた。そして、それを、干潮の時にMictisの島に運ぶ。商人がそこで鈴い塊を購入し、馬に乗せてローヌ川、川口まで運んだ。ティオドロスは、コーンウォールの人々は、商人とのやりとりに慣れているため、文明化されたやり方でよそ者をもてなすとしている。現代のノルウェー、トロンハイムの小麦畑ストラボンは、ポリビオスのピュテアスは、自分が世界の果てまでヨーロッパの北方地域全体を探検したと断言しているという文章を引用している。ストラボンはこれを信じていなかったが、ピュテアスが世界の果てと述べた意味を解説している。その中で、トゥーレがブリテン諸島の最北端にあるとしている。そこでは夏至に太陽が沈まなくなるという。これはピュテアスが北極圏に到達したことを意味すると思われるが、ストラボンはピュテアスが嘘つきだということを示すためにあえて触れている。トゥーレはブリテンから北に6日間搬送した位置にある島とされており、凍結した海に近いという。大プリニウスは太陽が蟹座に位置する夏の間は夜が訪れないと記しており、やはり北極圏であることを裏付けている。さらにトゥーレへの航海の視点がベレスという島だと記しており、一番大きいという記述からアウターヘブリディーズ諸島の最大の島、ルイス島を意味する。ベレスがアウターヘブリディーズ諸島にあったとすれば、そこから出発した場合に、スカゲラク海峡を見落として、ノルウェーのトロンハイムあたりに到達したことも十分あり得る。このような航路をたどったとすれば、ピュテアスがブリテン諸島を実際には一周せず、より広範囲を航海して、ドイツ沿岸に沿って帰ってきたとも考えられる。トゥーレの位置を明らかにしようと後世の地理学者が試みたが、データに不整合があり、クラウディオス・プトレマイオスの地図で、スコットランドが大きく歪んでいたことにも惑わされた。ストラボンによれば、エラトステネスは、トゥーレの井戸を、ポリュステニエス川口から北に11500スタディアの位置だとしたという。この川の河口の井戸はピュテアスも、計測の基準としたケルティカを通っている。マッシリアから北に3700から3800スタディアの井戸を基準とすれば、トゥーレの緯度は 64.8 度から 64.9 度となり、北極圏にかなり近い。これはちょうどトロンハイムの緯度に近く、ピュテアスがそこに上陸したと推測される。ゲミノスはピュテアスのオン・ザ・オーシャンについて次のように引用している。原住民は我々に太陽が沈むところを示した。その時期夜は非常に短く、せいぜい 2-3 時間で、再び太陽が昇ってきた。エストニアのサーレマー島にあるカーリクレーターレナルト・メリはトゥーレがサーレマー島だという説を唱えた。これはトゥーレがエストニア語のトゥーレに対応するということと、カーリクレーターの起源にまつわるエストニアの伝承を根拠としている。カーリクレーターは太陽が休むところと言われている。ナンセンはこの記述について、ピュテアスが実際にそこに行き、夏至の頃昼が21時間から22時間となる緯度であることを示したものだとしている。彼はそこから緯度を64度32分から65度31分と計算し、ヒッパルコスのトゥーレの井戸に関する記述を指示した。また、ストラボンは次のように記している。マッシリアのピュテアスは、トゥーレが最北にあると述べており、その夏至回帰線が極限と一致しているという。エラトステネスは、基準となる井戸をさらに北、マッシリアからケルティカに向かって5000スタディアの距離とし、ノルマンディに基準線を置いた。ブリテンの北端とされたクライド湾は、スコットランド北部にあるが実際には最北端ではない。ストラボンによるピュテアスの記述の解釈に適合させるため、クラウディオス・プトレマイオスは地図作成時にスコットランドを90度回転させなくてはならなかったという説もある。5000スタディアは過大すぎるかもしれない。それではポリュステニエス川口ではなくキエフのあたりの井戸になってしまう。しかし、こちらを基準とすればピュテアスは確実に北極圏まで到達したことになり、ノルウェーで言えば、ロフォーテン諸島の少し南あたりになる。表面上はエラトステネスがケルティカの最北端を通るように基準線を変更したように見える。ヒッパルコスが述べているように、ピュテアスがケルティカ内で基準として引用した地は、彼が最初に上陸した場所だと考えられる。ノルウェーにおいても同様だと考えると、トゥーレはノルウェーのトロンハイムから、ロフォーテン諸島までの北西海岸のどこかだということになる。探検家、リチャード・フランシス・バートンも、トゥーレを研究した一人で、何世紀にもわたって様々な定義がなされてきたことを指摘している。ピュテアス以外にも、数多くの作者がトゥーレについて書いている。ピュテアスのトゥーレの位置は依然として不明である。古代の作家が示した井戸はほぼ一致している。位置を特定するのに不足しているデータは、軽度ということになる。ピュテアスは、ブリテン諸島の北端のベレスという島から北に向けて出発したが、その後まっすぐ進んだのか、左右どちらかに方向転換したのかも定かではない。ローマ帝国の時代から、様々な著作家が様々な可能性を指摘してきた。アイスランド、シェトランド諸島、フェロー諸島、ノルウェー、グリーンランドといった場所がトゥーレではないかと言われてきた。大プリニウスの博物誌の写本によっては、出発点をベレスではなくネリゴンとしているものがある。このためネリゴンがノルウェーに似ているということで、トゥーレをアイスランドだとする説が有力視された。つまり、小舟がノルウェーから西に向かって出港すれば、アイスランドに到達するに違いないという論理だった。バートン自身もこの説を支持している。標準的な文献ではベレスだが、バースやベルゴスも列挙されている。その中には、スキャンディという島も同列にあり、これらの島々が、スカンジナビア半島の島だとする説にはやや難がある。さらにプロコピオスは、スカンジナビアは古くは、トゥーレと呼ばれ、ゴート族の故郷だとまで記している。アイスランドは、ピュテアスの時代には、ヨーロッパからの植民がまだ始まっておらず、トゥーレとするには無理がある。同じ理由でグリーンランドも除外される。ピュテアスがバルト海あたりから帰路に着いたという点は、プロコピオスの見解に有利である。トゥーレの原住民について、ストラボンはピュテアスのことをしぶしぶ引用している。彼はことによると、この点では実際に艦隊に近い場所に住む人々について、事実を書いたのかもしれない。人々は雑穀、果実、根菜などを主に食べている。穀物や蜂蜜が取れる地域もあり、それらを原料として飲料を作っている。日が短いので、穂を倉庫内に集め、そこで脱穀する。日が差さず雨も降るので、屋外の脱穀場は役に立たない。この記述は、納屋で脱穀する習慣があり、蜂蜜酒と思われるものを作っている。農耕国を描いている。地中海地域では脱穀は屋外で行うのが普通だった。春になるとスウェーデンの海岸に漂着するバルト海の流氷大プリニウスはベレスからタイオールへの航海について記した後、次のように記している。A、タイオールナイアスジエナビグシャニーマーレコンクレトム A、ノントナリスクローニアムアペラトゥア、トゥーレから1日の搬送で凍りついた海にたどり着く。これをクロノスの海などとも呼ぶ。マーレ・コンクレトムという記述は、ストラボンのペッペーグやサラタという記述と一致しており、おそらくストラボンが春の流氷が見られるトッポイと記したのと同じと見られ、ピュテアスはそれ以上北に進むことができず、これを世界の果てとした。ストラボンは次のように記している。ピュテアスによれば、トゥーレ周辺の海域は、地面も海も空気も混然一体となって、マリンラングのようであり、歩くことも船で進むこともできない。マリンラングとはクラゲを意味すると見られ、古代人がシーラングと呼んだ種類のクラゲと思われる。シーラングについてはアリストテレスが動物部分論4巻5節で感覚がなく漂う生物だと記している。アリストテレスが指している生物が何かは特定できていないが、大プリニウスはプルマニツについて感覚を持たない海洋生物の種類だとし、特にハリップルーマンを挙げている。アリストテレスの著作を翻訳し、注釈を添えたウィリアム・オギルがそれをシーラングとし、四方動物の一種のクラゲで移動に際して、肺のように膨張と収縮を繰り返すとしている。流氷は水に浮かぶ円形の板のようであり、英語ではパンケーキアイスとも呼ぶ。ピュテアスが流氷を観察したということは、古くから定説となっており、ナサニエル・ボディッチのザ・アメリカン・プラクティカル・ナビゲーターでも34章のアイス・イン・ザ・シーでピュテアスに言及している。流氷の海の先端では、水と溶けかけた流氷が混合し、霧が立ち込めている。コハクストラボンは、ピュテアスがライン川を越えてスキタイまで到達したと述べていることを紹介しているが、それを嘘だとしている。クラウディオス・プトレマイオスなどをはじめとする共和制末期からローマ帝国初期の地理学者らはスキタイがビスア川川口から東に住んでいると考えていた。したがってピュテアスが指しているのはバルト海の南岸一帯である。この文章が本当なら他に解釈のしようがない。ペリプルスは航海日誌の一種であり、それを信じるならピュテアスはビスア川川口まで到達したということになる。大プリニウスの博物誌には次のように記されている。ピュテアスによれば、ゲルマン人の民族、ガトーンズがメントノモンという海洋の入り江沿いに住んでおり、その領域は6000スタディアにも及ぶという。その居住地域から1日の搬送でバラスという島に到達し、その海岸には春に打ち寄せる波によって琥珀が打ち上げられる。この琥珀は海の産物であって、住民はこれを燃料として使い、近隣に住むトゥーッティニツに売っている。ガトーンズは、写本の際にガタナブス及びギローニーバスを単純化した語と見られ、主格ではガトーンズ、またはギローネイスとなる。ゴート族と解釈するのが主流である。メントノモンは、メイチェニーデスとなっている写本もある。その語源についてはいくつか説があるが、広く受け入れられている説はない。琥珀はその名で記されていたわけではなく、コンクレティマリスパーガメントムとされている。ディオドロスはこれをエレクトロン、すなわちギリシア語の琥珀だとした。大プリニウスが示しているのは古代の見方であり、当時琥珀はバルト海地方からもたらされる貴重な石だったが、ピュテアスによれば、その高価な石をゲルマン人は燃料に使っているらしいという形で、紹介している。メントノモンはエスチャリアムすなわち、入り江、または広い河口で6000スタディアの幅があるとされている。ヘロドトスの定めた1スタディオン600フィートで換算すると681マイルになる。この値はスカゲラク海峡からビスワ川、川口までの距離に相当するが、6000スタディアという距離がどことどこの距離なのかは、どの文献にも書かれていない。それより前に、大プリニウスは、スキタイの住む海岸から3日の搬送で、クセノポンをブランシカスがバルシア、ピュテアスがボシリアと呼ぶ大きな島に到達すると記している。これは一般に、上述のバラスと同一の島だと解釈されている。琥珀が産出する島だとすると、ヘルゴラント島、シェラン島、グダニスク湾の海岸、サンビア半島、クルシューラグーンが古来から、琥珀の産地として知られていた。なおこの一節は、ゲルマーニアという語が使われた初期の文献である。ピュテアスは、ビスワ川川口から帰路に着いた。そこから先も探検したとすると、当時スキタイだと思われていた古代バルト人に出会っていただろう。ポリビオスは、リュテアスはそこから戻り、カディスからタネイスまでのヨーロッパの海岸全体を旅したと記している。タネイスは一般にドン川の湖名とされており、この一節がピュテアスが今度は地中海を東に向かって黒海北岸まで航海したことを意味していると考えた者もいる。これが事実だとすると、ピュテアスはヨーロッパ大陸を一周しようとしてスキタイに出会って、時計回りを断念し、反時計回りで行こうとしてドン川まで行ったと推定することもできる。ただし、そのような意図があったという証拠は全くない。むしろ、タネイスがドン川を意味するのではなくエルベ川のような北の川を指しているという説もある。ピュテアスについて語るとき、ストラボンは直接は法で、ピュテアスはというと記している。しかし、天体観測について語る部分では、ヒッパルコスによれば、ピュテアスは、と述べたとされているというように、間接和法にしている。これはストラボンがピュテアスの著作を直接読んでいないこともあるが、地球の座標を一周360度で表すという体系を考案したヒッパルコスに敬意を表しているとも言える。ストラボンはヒッパルコスに倣って、旅を使っている。ストラボンもヒッパルコスもピュテアスが度を使っていたとは述べていない。では、どうやってピュテアスが緯度を得ていたかというと、ストラボンによればピュテアスは三角関数の整節で天体の高度を表しており、ノーモンと呼ばれる器具を使っていた。つまり、直角三角形の底辺と垂直な辺の比率で角度を表していた。斜辺が天体を指すように調整し、その時の底辺と垂直な辺を測定するのである。ピュテアスはマッシリアでの太陽の高度を夏至の正午に計測した。整節の比率は120と41と5分の4だった。ヒッパルコスはこの比率がビュザンティオンで同様の計測をした時と同じだと述べており、マッシリアとビュザンティオンは同緯度だということになる。ナンセンなどはこれを予説で209。600のように整節の反対の比率で表すことを好む。いずれにしてもこの場合の角度は45。当時は小数がなかったが、この時の整節を小数で表すと約 2.87 になる。彼らが整節の値から逆整節値、つまり角度を求めることができたとは思えない。現代なら計算機がなくとも数表があれば角度を知ることができる。ヒッパルコスはいくつかの角度について、そのような数表を作っていたと言われている。この時の角度は70度47分50秒だが、これは緯度ではない。夏至の日の正午、太陽の作る影の線は経度の平面上にある。地軸が行動面に対して傾いていなければ、赤道上に垂直に立てた棒には影ができない。棒を赤道よりやや北に立てると南北に、影が伸びるようになる。つまり、仰角が90度なら緯度は0度になり、仰角と緯度の相和が常に90度になる。しかし、実際には、地軸が太陽に対して傾いているため、その分を補正しなければならない。この傾きを赤道傾斜角と呼び、当時は23度44分40秒だった。したがって、マッシリアの緯度は43度13分ということになる。これは、マルセイユの実際の緯度43度18分と比較すると5分しかずれていない。あるいは、ピュテアスが水平線が見えるところで太陽を観測しようとして、マッシリアの南で測定した可能性もある。観測者の緯度を決定する第2の方法は、天球の極の仰角を測定することである。緯度が0の場所では、天の北極の仰角は0であり、地平線上の一点となっている。観測者の天頂の赤緯も0であり、観測点の緯度と等しい。観測者の緯度が大きくなると、天の北極の高度も同じだけ大きくなる。地球上の北極点は緯度が90度であり、天の北極の仰角も90度となる。現代であれば、ポラリスがほぼ天の北極に近い位置に輝いているので、正確ではないが、その高度から大まかな緯度がわかる。しかしピュテアスの時代には、ポラリスは現在の位置にはなかったため使えなかった。ピュテアスは天の北極が四辺形の一頂点の何もない場所で、他の山頂点に星が輝いていることを記している。それらの構成については記録が残っていないが、計算によると、竜座のアルファ及びカッパ、子熊座のベータだと見られている。ピュテアスは、北極圏の位置を突き止め、地球の北端にある環帯を探検する意図を持って、北に搬送した。彼はその円の緯度を度数で知っていたわけではない。環帯の定義として、ピュテアスが知っていたのは、天球のうち常に沈まない部分を示す円と北、回帰線、トロピコスククロスが接している位置だということだけだった。この円の角度はストラボンによれば24度であり、ピュテアスが知っていたのはそれに相当する正節値だと思われるが、ピュテアスがそれについて述べた記録はない。ピュテアスがどのような数学的形式で知っていたかは定かではないが、自身が北極圏に入ったかどうかを知るためには、定期的に天の北極の行角を計測するしかなかった。今日では、線上で証言儀を使って容易に行角を計測できる。電子航行システムによって、そのような単純な計測装置も不要になっている。経度は、ピュテアスの時代には全く計測不可能だったが、船の周囲に全く陸が見えないということは滅多になかったので、その点は大きな問題ではなかった。東西の距離の測定は、地理学者の論争の的になっている問題で、ストラボンが頻繁に扱う主題でもある。ノーモンを使えば、南北の距離は1度単位の精度で求めることが可能だった。ノーモンを使った計測では、揺れる線上でしかも夜に計測するのは至難の業である。ピュテアスは、夜間は停船して上陸し、ノーモンを使った計測をすると同時に原住民と話をしたと考えられる。そのために通訳を同行させた可能性もある。現存する断片から、航海日誌でもあるペリプルスにとって、ノーモンが極めて重要だったことがわかる。原住民との交流がどのようなものだったかはほとんどわかっていない。ケルト人とゲルマン人は彼に協力していたようであり、その航海が純粋に科学的なものだったことを示している。長い航海であるから、食料や水の補給をし、船を修理する必要があった。ピュテアス一行は特別な客としてもてなされたと考えられる。古代ギリシアの天体の運行についての見方は、イオニア人がバビロニアから導入したものが元になっており、その知識を使ってアルカイック期に海洋国家として発展し、交易を行い海外に植民した。マッシリアはイオニア人の植民都市の一つである。イオニアの哲学者タレスは沖にある船までの距離を海岸から測ることができたという逸話が知られているが、これはピュテアスがマッシリアの緯度を計測したのと同じく三角比の応用である。古代ギリシアの天文学モデルはピュテアスの頃からすでに存在していたが、どの概念だけはまだなかった。そのモデルは宇宙を同じ極軸で貫通された天球と地球に分けたものである。それぞれの玉は円によって帯に分けられている。天球の帯は地球の帯をそのまま投影したものである。帯への分割は恒星の軌道、太陽の軌道、月の軌道を基本とする。今では地球が太陽の周りを公転していて、その自転軸が傾いているために昼が長くなったり、夜が長くなったりすると分かっている。古代ギリシアでは逆に地球の周りを太陽や恒星が回っていると考えていた。恒星は極を中心として一定の軌道を描く。一方太陽は天球に対して傾いた軌道を描いて移動しており、天球上を北や南に移動する。この太陽の軌道を王道と呼ぶ。王道が通っている星座を王道十二星座と呼ぶ。正午の太陽が垂直に立てた棒に落とす影が帯の定義の基本である。王道の北端と南端の点が通る極軸に垂直な円が回帰線で、それぞれの点の位置する王道十二星座が蟹座とヤギ座であることから北回帰線と南回帰線と名付けられた。夏至の正午、北回帰線上の棒には影ができない。回帰線に挟まれた緯度の部分を熱帯と呼ぶ。熱帯に位置するエジプトやリビアの南部での経験から、古代ギリシアの地理学者は、熱帯が居住不可能だとした。大正世から北にも居住不可能な艦隊があると考えられ、ホメーロスの頃からの北方についての見聞はそれを裏付けていた。熱帯が赤道から北回帰線までであるように、艦隊は北極点を最北端として熱帯と同じ程度の幅があると想定された。ストラボンはそれを北極点から24度までだとし、ピュテアスも同じ位置を示す正節値を考えていたはずだが、記録は残っていない。したがって北極圏は北緯66度から始まる。赤道上では点の北極は水平線上にある。観測者が北へ向かうに従って、北極の高度が徐々に大きくなり、終極星、すなわち地平線に沈まない構成が出てくる。北回帰線では、終極星の範囲は、天の北極から24度までになる。マイケラ・アークタスという星座のほぼ全体が、終極星の範囲に含まれるようになる。このため、その緯度をアークティコスククロスと呼ぶ。天球の北極圏はこの範囲を指す。天球の北極圏とは、終極星の範囲を指し、緯度によって異なる範囲を指すことになる。終極星の範囲が、天の北極から66度までの範囲の地点では、天の北極圏と天の北回帰線の円が一致する。ピュテアスが、トゥーレでは、北極圏と北回帰線が一致していると言ったのは、このことである。そこでは、夏至の日に太陽が沈まない。北極では、北極圏の円が、天の赤道の円と一致するため、日食や日没がなく、太陽は一年をかけて上下する。ストラボンは、太陽の高度の測定値として、天文学用のキュビットを使っている。この時のキュビットの正確な意味は不明である。直線距離なのか円弧に沿った距離なのか不明であり、天球上の距離とは思われず、ノーモンとも関係がない。ヒッパルコスはこの用語をバビロニアの文献から借用しており、その場合は2度に相当する。古代シュメールからキュビットが導入されたのはかなり古く、バビロニアやヨーニアでキュビットと度の間の関係が決まっていたとしても、その定義は現存していない。ストラボンは旅を定義するにあたってキュビット、または大円の比率を使っている。古代ギリシアでも、夏至の日の太陽の出ている時間を、緯度の測定に使っていた。分点の時の日の出から日没までの時間を12等分したものを分点時間としていた。ピュテアスが計測したデータを一部採用して、ヒッパルコスは、冬至の正午の太陽の高度のキュビット値、夏至の日中の時間による、緯度、いくつかの緯度の異なる場所の距離を関係づけていった。ピュテアスは、マッシリアとビュザンティオンが、同じ緯度であることを示した。ヒッパルコスは、ビュザンティオンとポリュステネース火口が同じ死後線上にあり、その死後線弧長が3700スタディアだとした。その火口と同緯度の線を伸ばしていくと、ケルティカに到達する。したがって、ピュテアスが緯度と距離の計算の基準としたケルティカについて、マッシリアからケルティカまでの距離は3700スタディアと確定できる。ストラボンは、アイルランド島がこの基準線から北に5000スタディア弱にあるとした。これらからケルティカの位置はロワール川川口付近だということがわかる。そこにはブリテンのスズの交易が行われていたエンポリウムがあった。アイルランド側の参照地点はベルファストである。ピュテアスはスペインの海岸沿いからビスケー湾を渡ってロワール川川口まで到達したか。ずっと海岸沿いを搬送して、そこに到達した。その後、ブレストあたりからコーンウォールに向かって、イギリス海峡を横断。アイリッシュ海を渡って、オークニー諸島に到達。ストラボンがピュテアスのことだとした、エラトステネスの記述は、イベリア半島の北は太陽を横断するよりケルティカに向かう方が容易だとしているが、これは曖昧である。彼は、両方のルートを知っていたように見えるが、どちらを取ったかは述べていない。ケルティカの基準線では、冬至の正午の太陽の高度が9キュビットで、夏至の太陽が出ている最長時間は16時間だとある。ケルティカから北に2500スタディアのところに、ヒッパルコスがケルト人、ストラボンがブリテン人と呼ぶ住民がいた。その位置はコーンウォールである。そこでの冬至の太陽高度は6キュビット、夏至の日照時間は17時間である。マッシリアから北に9100スタディアで、冬至の太陽光度は4キュビット、夏至の日照時間は18時間とされている。この場所は、クライド湾沿いの村とみられる。ここでストラボンはまたへ理屈をこねている。ストラボンによれば、ピュテアスを信じたヒッパルコスはこの地域が、ケルトに属するとし、すなわち、ブリテン島よりも南に位置するとしたが、ストラボンは、計算からは、ここが、アイルランドより北だと指摘する。しかしながらピュテアスは、そこがブリテン島の一部である現在のスコットランドだと分かっていたはずで、ピクト人が住み、アイルランドより北だということも分かっていたはずである。スコットランド南部では、夏至の日照時間は19時間である。ストラボンは理論だけで、アイルランドが極めて寒冷だとし、それより北には人間が住めるはずがないと言い切っている。後世のゴチエに対してピュテアスは実際に現地を観察しており、ストラボによりずっと科学的だったと言える。ストラボンはピュテアスの記述の奇妙さが信じられないというだけで、それらの発見を軽んじた。特にスカンジナビアに人間が住んでいるということを信じられなかったことが、ストラボンがピュテアスを嘘つきだとした最大の原因である。また、その不信がピュテアスのデータをねじ曲げることにもつながっていると見られる。大プリニウスはマッシリアのピュテアスによれば、ブリテンでは潮の干満差が80キュビットになるというと記している。この一節で大プリニウスが使っているキュビットという単位の長さは不明だが、どのキュビットを使ってもほぼ似たような過大な値になる。古代ギリシャのキュビットだとすると1キュビットは 463.1mm であり、干満差が37メートルもあったことになる。北海沿岸で最も干満差の激しいオッシュ湾でも最大で 6.8 メートルである。真相は不明だが、ピュテアスは高潮のことを言っているのではないかと見られている。エイシアスが書いた断片がニセプルタルコスとスタペアスの文献で一致しており、上げ潮の原因をフィリング・オブ・ザ・ムーン、下げ潮の原因をレセニングだとしている。しかし語義が非常に曖昧であり、ピュテアスが月と潮汐の関係を具体的にどう考えていたのかは不明である。これについては様々な解釈が存在する。毎日の干満の原因が月の満ち欠けだとしたなら、当時の天文学者や数学者にも間違いだと分かっただろう。大潮と小潮が満月と1日に対応するとした場合、半分だけ正しい。重力の存在は当時すでに知られていたが、ピュテアスは単に月の満ち欠けが潮汐の原因としたように思われる。不完全ではあるが、ピュテアスは月の満ち欠けと潮汐を結びつけて考えた最初の人物だった。ピュテアスは長い間北方世界についての主要な情報源であり、おそらく唯一の情報源だった。ストラボンはポリビオスの著作を引用して、ピュテアスが嘘を広めたことを非難している。ストラボンはピュテアスが大航海を行えるほど裕福だったはずがないとしている。マーカムは資金の問題について、マッシリアの商人たちが地理学者だったピュテアスに謎に包まれた北ヨーロッパへの航路開拓を依頼したとする説を示唆している。しかし、地理学者だったとしてもストラボンがピュテアスをペテン師だと断じているのに対する反論にはならない。ストラボンはピュテアスが信用できないことを示すため、基地の地域についてピュテアスがいくつも間違ったことを記していることを挙げ、基地の地域についてこのような大きな嘘をつく人物なら、誰も知らない地域についても同様だろうと私は想像していると結論している。例えば、ピュテアスはケントがケルティカから数日の搬送の距離だとしているが、実際には海峡を隔てたガリアから見える位置にある。ピュテアスが実際にそこを訪れたなら、それに言及しないのはおかしいとストラボンは指摘する。ストラボンの指摘は正しい部分もあるが、欠陥もある。ストラボンはケルティカの範囲についてその時代の見方を適用しており、ブリテン島と相対している部分が含まれると考えている。しかしピュテアスはもっと南のロワール川は川口あたりを指していると考えられ、そこからなら数日かかってもおかしくない。ストラボンは他にも間違った指摘をしている。例えば彼はアイルランドより北には人間が住んでいないと信じていた。いずれにしても、後世の人間が何を言っても、ピュテアスには答えようも反論しようもないし、後世の疑問のほとんどは未解決である。ある人にとっては大胆な冒険家だが、別の人にとっては大間違いを犯した人か嘘つきである。タキトゥスや他の作家のブリテニやゲルマンに関する記述を根拠もなくピュテアスからの引用とする慣習があったため、ピュテアスの後悔は脚色され、実際よりも多くの史上初がピュテアスの事績とされ、歴史とされてきた。それらはピュテアス以外の多くの人々の歴史であり、それを一人の探検家の一回の後悔に詰め込んだことは全くの虚構である。その結果、ピュテアスを主人公とする歴史小説やウェルギリウスにまで遡るピュテアスを称える詩が数多く書かれてきた。この傾向は現代まで続いている。例えば20世紀の詩人チャールズ・オールソンのマキシマス・ポエムズはピュテアスを重要な主題としている。ありがとうございます。